柳瀬隆柳瀬隆本名、柳瀬隆読みは、同じ1919 19年、大正8年2月6日から2013年、平成25年10月13日は、日本の漫画家、絵本作家、詩人、元陸軍軍人、有限会社、柳瀬スタジオ社長、高知県出身、詳細は口日、アンパンマンの生みの親として知られる。 社団法人日本漫画家協会代表理事理事長、2000年5月から2012年6月、社団法人日本漫画家協会代表理事会長、2012年6月から2013年10月、を歴任。絵本作家、詩人としての活動が本格化する前までは頼まれた、仕事は何でもこなしたと言い,い、編集者、舞台美術家、演出家、司会者、コピーライター、作詞家、 シナリオライターなど様々な活動を行っていた。東京・府北豊島郡滝野川町、現東京都北区生まれ、父方の実家は高知県上郡在所村、現上市下北町にあり、伊勢平氏の末裔で300年続く休暇。父親は上海の東亜道文書院を卒業後、上海の日本郵政に勤めた後、講談社に移り、郵便で編集者を務めた。 父親は、柳瀬の生まれた翌年に、東京朝日新聞に引き抜かれ、1923年、大正12年に、特派員として単身上海に渡る。その後、後を追い家族で、上海に移住。この地で、弟、千尋が生まれるものの、父親が甘いに転勤となったのをきっかけに、再び家族は離散。柳瀬らは、東京に戻る。1924年、 大正十三年に父親がアモイで隠し、残された家族は父親の縁故を頼りに高知市に移住する。弟は五面町、現南国市で開業医を営んでいたおじ、父の二位に引き取られ、間もなく母が再婚したため、柳瀬も同じくおじに引き取られて育てられる。このおじは趣味人でもあり、かなり影響を受けたという。ごめのだく合小学校。 現、南国私立五面野田小学校、高知県立高知上等中学校、現、高知県立高知お手前高等学校に進む。少年時代は、少年クラブを愛読し、中学生の頃から絵に関心を抱いて、関立級生東京高等工芸学校図案課、現、千葉大学工学部総合工学科デザインコースに進学した。同期生に、風間館がいる。 官立旧制東京高等工芸学校図案課、現、千葉大学工学部デザイン学科1939年、卒業後、田辺製薬、現、田辺三菱製薬宣伝部に就職。しかし、1941年、昭和16年に、徴兵のため帝国陸軍の野戦重砲兵第六、連隊補充隊、通り称号は、西部軍艦クレーカ部隊を意味する。 西部第73部隊。野江六連隊自体はすでに中国へ動員、出生中であり、柳瀬が入営したのは在国らの補充隊へ入営。学歴を生かし幹部候補生を志願し、そのうちのお積み木に合格し暗号を担当する、歌詞官となる。補充隊での教育後は、日中戦争、中国戦線に出生。部隊では主に暗号の作成、解読を担当するとともに、 戦部工作にも携わり、紙芝居を作って地元民向けに演じたこともあったという。従軍中は戦闘のない地域におり、職種も戦闘を担当するものではなかったため、一度も敵に向かって銃を撃つことはなかったという。最終階級は陸軍軍曹。なお、太平洋戦争では弟が戦死している。終戦後しばらくは戦友らと共に、 クズヒいの会社で働いたが、A への興味が再発して1946年に、高知新聞に入社。月刊高知編集部で、編集の傍ら文章、漫画、表紙絵などを手掛けていたが、同僚の小松信が転職し上京するのを知り、自らも退職し上京した。1947年、昭和22年に上京し、小松と結婚。この時期、柳瀬は、 漫画家を志すようになるが、東京での生活がまだ確立されていなかったために、兼業漫画家という道を選ぶ。柳瀬曰く、とにかく貧乏は嫌だった。同年、三越に入社し、宣伝部でグラフィックデザイナーとして活動する傍ら、精力的に漫画を描き始める。三越の社内法はもとより、新聞や雑誌でも作品を発表。当初は、 漫画家のグループ、独立漫画派に入ったが、間もなく漫画集団に移った。1953年、昭和28年3月に、三越を退職し、専業漫画家となる。漫画で得る収入が、三越の給料を3倍ほど上回ったことで独立を決意したという。なお、柳瀬の三越時代の代表的な仕事に、放送紙、花開く図案は、 井の熊玄一郎の三越のレタリングがある。1953年に独立した後も、精力的に漫画を発表していたものの、手塚治村が推し進めたストーリー漫画が人気になり、柳瀬が所属していた漫画集団が主戦場としていた大人漫画、ナンセス漫画のジャンル自体が過去のものとみなされるようになり、作品発表の場自体が徐々に減っていく。 1964年に NHK の漫画学校に講師として3年間レギュラー出演したり、その翌年に漫画の入門書を執筆するなど、大人漫画、ナンセンス漫画の復興に取り組み、1967年には4コマ漫画、帽子で週刊朝日漫画賞を受賞したものの、1960年代後半は本当にきつかったという。 漫画家としての仕事が激減した。柳瀬だったが、舞台美術制作や放送作家など、その他の仕事のオファーが次々と舞い込むようになり、生活的に困窮することはなかった。業界内では困った時の柳瀬さんとも言われていたという。柳瀬曰く、その頃の僕を知っている人は、僕を漫画家だと全然思っていない人が結構いる。 この時期にはコネクションが繋がり繋がって作品が生まれ、ヒットに至るという現象が二度起きている。1960年代半ば、漫画集団の展覧会に、まだ弱小企業だった頃の山梨シルクセンター、現、サンリオの社長、辻慎太郎が来場。柳瀬にグラフィックデザイナーとしてのオファーを入れたことから、サンリオとの交流を深める。柳瀬は当初は、 歌詞のパッケージを手掛けていたが、1966年9月に、柳瀬が、諸女集、愛する歌を出版社から出そうとした際に、それならうちで出してくれとサンリオは、出版事業に乗り出した。愛する歌は、サンリオの業績を押し上げるほどのヒットを記録した。出版事業に乗り出した、サンリオの下で、絵本の執筆も始める。1969年には、 短編メル編集の12の真珠で、アンパンマンが初登場。ただしこのアンパンマンは、後のものとは異なる作品であり、ヒーローものへのアンチテーゼとして作られた大人向けの作品である。1973年、昭和48年には、雑誌、シトメル編を立ち上げ編集長を務める一方で、ババノボルラと漫画家の絵本の会を立ち上げるなど、詩人、 絵本作家としての活動を本格化させる。同年に1 9 6 9年発表したアンパンマンを子供向けに改作し、フレイベル館の月刊絵本、キンダーお話絵本の一冊、アンパンマンとして発表。同作は当初評論家、保護者、教育関係者からバッシングを受けた。元は大人向けに描いた作品だったが、次第に幼児層に絶大な人気を得るようになっていった。 1988年、昭和63年には、テレビアニメ、それいけ、アンパンマンの放映が、日本テレビで開始される。テレビ業界的に、かなり不安視されており、スポンサーがつかなかったり、関東ローカルのみの放送などと逆境を、余儀なくされるが、間もなく、大人気番組となり、日本テレビ系列で、拡大放映された。また、キャラクターグッズなども、爆発的に売れ、 柳瀬は一躍売れっ子になった。アニメ、それいけ、アンパンマンの大ヒットを受けて、1990年代以降は、様々な賞を受賞。1996年、平成8年7月には、出身地の高知県上市に、上市立柳瀬高記念館、アンパンマンミューアムが開館し、1998年、平成10年8月には、同期年館内に、雑誌、 死とメルヘンの表紙イラストやカットなどを収蔵した死とメルヘン絵本館が開館するなど名声が高まっていった。館長や地方自治体、公益事業や業界団体などのマスコットのキャラクターデザインを混成され、無償で引き受けることも多くなった。なお、前述の死とメルヘン編集長時代も初期はほぼのおやらで引き受けていた。 やなせは名声に甘んじることなく漫画の復興にも取り組んだ。1992年から地元高知で行われていた一コマ漫画の大会漫画甲子園には立ち上げ時から深く関わり晩年まで審査委員長を務めた。2005年平成17年には財政難を理由に漫画甲子園入賞校へ送る賞金の半減を打ち出した高知県に対し総額200万円の 資金提供を申し出ている。2000年、平成12年には日本漫画家協会理事長に就任。結果を残すことができなかったが、検案事項はストーリー漫画以前の漫画家と以降の漫画家の収入格差をいかに解消するかだった。なお、柳瀬は自社ビルに日本漫画家協会を家賃ただで入居させていた。この時期から漫画家ならば、 行動や言動も漫画的に面白くなければならないという信念を持つようになり、テンガロンハットにサングラス、カウボーイブーツという独特なファッションで大やけのに現れ、日本漫画家協会の会合やその他のイベントなどで歌や踊りを取り入れたユニークなスピーチをするようになった。2001年には自作のミュージカルを初演、2003年、平成15年には、 同ミュージカルの延長線上で、作曲家、ミッシェルカマ、歌手、柳瀬隆史として、CD デビュー。詩人としては、2003年に、シト・メルヘンが休館するものの、2007年に、鎌倉春秋社から帰還し、シト・ファンタジーを立ち上げ、責任編集を務めた。ユニークで元気なキャラクターを演じ続けそのイメージが、強いが、アンパンマンのヒットの時期から、すでに体調は、 必ずしも良好ではなく、60歳代末期には、腎臓血跡、70歳代には白内障、心臓病、80歳代には、膵臓炎、ヘルニア、緑内障、腸閉塞、腎臓癌、膀胱癌、90歳代には、腸閉塞、再発、肺炎、心臓病、再発と病歴を重ねていた。なお、膀胱癌は10度以上再発している。 晩年は、チャイドルをもじって、オイドル、オイドル、老人のアイドルを自称していた。2011年、平成23年を春に司会がぼやけることを理由に、漫画家引退を考え、最後の大舞台として生前奏を企画。友人らに告別式の文章を書いてもらい、正常を因伝が誉れ動かさ大古事という改名入りの、はいも準備したが、その発表直前に、 東日本大震災が発生し、不謹慎だからという理由で計画は白紙になった。震災直後、アンパンマンのマーチが復興のテーマソング的扱いをされたり、笑顔を失っていた子供たちが、アンパンマンを見て、笑顔を取り戻したといった良い話が、柳瀬の元に届いたことから、引退するのをやめたという。その後、被災地向けにアンパンマンのポスターを制作したり、 奇跡の一本末をテーマにした CD を自主制作するなどした。2012年、平成24年6月の日本漫画家協会賞の蔵賞式を最後に、恒例と体調不良を理由に日本漫画家協会の理事長を辞任して会長に就任。公認の理事長は千葉哲也。その後もユニークなキャラクターは変えず、 テレビのインタビューやアニメの舞台挨拶の席では、陽気に歌い出す。元気な感じで、もうすぐ俺は死ぬと言って、笑いを取るなどしていた。2013年7月6日に行われた、劇場版アニメ、それ行け。アンパンマン飛ばせ。希望のハンカチの初日舞台挨拶では、なんとか今のところは死なないでいるんだけど、間もなくだね。病院からは、あと2から3週間しか生きられないって言われてる。 死ぬ時は死ぬんだよ。笑いながら死ぬんだよ。そうすれば、映画の宣伝になる。死ぬまで、一生懸命やるんだよと笑いながら語っていた。2013年8月に体調を崩して入院し、2013年10月13日午前3時8分、心不全のため、東京都文京区の順天堂、大学医学部付属順天堂委員で死去した。94歳。 死去の知らせは一般には翌々日の15日に公表され出身地の新聞である高知新聞は公害をウェブで公開した。テレビのニュースでは2013年の6月にアンパンマンのアニメ制作のスタッフらにととろする当時94歳の柳瀬の姿が繰り返し放送された。同日 NHK も夜のニュースでアンパンマンのアニメをしばらく流すなどして 生協を惜しんだ。その後、柳瀬の死に関するニュースは、個人の意思により、葬儀は、近親者のみで済ませた。後日、忍ぶ会を開く予定とされ、翌2014年2月6日、生きていれば95歳となる誕生日に、東京都新宿区でありがとう。柳瀬隆先生95歳おめでとう。というタイトルで開催された。なお、柳瀬の密葬には、 千葉哲也をはじめとする日本漫画家協会所属の漫画家60人が参列したという。柳瀬の訃報を受けて手のひらを太陽にを歌唱した宮城真理子、アニメのそれ池アンパンマンでアンパンマンの声を演じる戸田恵子をはじめ主要キャラクターの声を担当する声優たち。 また古川敏夫など、個人と縁が深かった人や敬愛する人々がそれぞれ、追悼コメントを発している。この時期と前後して、詩人としても、死を意識した作品が増加している。柳瀬自身が、責任編集を行い、鎌倉春秋社から発行されている、機関誌、死とファンタジーナンバー24号、2013年10月19日発売、に、天命と題して、 自らの死を予告するような自作の死とイラストを掲載した。フレーベル館からアンパンマンとリンゴ坊やが2013年11月に発売され、これが柳瀬の最後の作品となった。同年11月にはフレーベル館から柳瀬の多方面に及んだ活動を網羅した作品集柳瀬隆史大全が出版。くしくも成居直後の出版になるが制作そのものは、 数年前から続けられていたものでる、出版は、柳瀬隆作家活動60年、絵本、アンパンマン40年、アニメ、それ池、アンパンマン放映25年を記念したものとされている。晩年では、家族や親戚がいなかったこともあり、柳瀬は生前自身の遺産について、アンパンマンミュージアム、高知県とアンパンマンスタジオ、東京に回すよう周囲に伝えていたという。 自身の墓は、高知県上市河北町にある実家の跡地である、柳瀬隆志木の木公園に建設し、アンパンマンとバイキンマンの石像も横に建てられた。なお、2016年6月には、柳瀬が子供時代を過ごした、柳瀬委員の跡地、高知県南国市に、柳瀬隆志、五面駅前公園が完成し、柳瀬の母校の五面野田小学校の児童と五面野田、 保育園園児が参加して6月1日に開園セレモニーが挙行された。ふとじはアニメ化された作品を指す。それいけ、アンパンマン関連の楽曲は、そのほとんどをやなせが作詞を手掛けている。他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。